皆さん、河野太郎という男をご存知でしょうか。今現役のデジタル大臣なんですけれども、私実は河野太郎に名誉毀損で訴えられております。皆さんテレビで一切報道しないんでご存知ないかもしれませんけれども、事の発端はですね、河野一族が経営する日本端子という会社がですね、中国に子会社3つも持っていて、今でもできているということで、中国共産党の言いなりなんだなと、河野一族はというようなことをブログに書きましたら、名誉毀損で220万円払えと河野太郎が訴えてまいりました。現役大臣が私のような一般人を訴えてるなんていうのはすごくニュースになると思うんですけれども、皆さん全然知りませんよね。一切テレビで報道してないからであります。新聞も報道しておりません。これはですね、日本の新聞テレビが中国共産党と協定を結んでいるからであります。中国に支社支部置きたいんだったらば、中国共産党に不都合なことは一切報道しない、日中記者交換協定というもので、日本のテレビ新聞は中国共産党の都合悪いことを一切報道いたしません。私が河野太郎に名誉毀損で訴えていることも、多分中国共産党にとって非常に都合が悪いことなんだと思います。だから一切テレビ新聞で報道しないんですよ。日本端子という会社は株主がたったの10人、筆頭株主が河野洋平、2番目が河野二郎、河野太郎の実の弟であります。この方は日本端子の社長も務めております。河野太郎も 3% ぐらい株持っておるんですけれども、毎年毎年日本端子から400万円程度の寄付を受けております。これ普通の株式会社でしたらば株主が黙っていないところなんですけれども、どうして河野太郎に毎年400万円寄付するんだ、株主総会で問題になるところですけれども、筆頭株主が自分の親父じゃ文句も出ないところであります。中国では中国共産党の言いなりでないと商売できないんですよ。少し中国共産党を批判したアリババのジャック・マーという方、この方今東京に住んでいるそうであります。もちろんですね、中国共産党に睨まれて中国に折れなくなったと。アリババほどの大きなところでもそうなんですよ。河野一族が経営する日本端子が今でも会社を3つも中国でやれているのは、中国共産党の言いなり、中国共産党の犬、何よりの証拠ではありませんか。それを言ったら名誉毀損で訴えられました。皆さん知らないですよね。同じ中国共産党の犬仲間のテレビ新聞が一切このことを報道しないからですよ。裁判はこれから始まりますけれども、多分一切報道されずに終わると思います。私は街頭でこのことを訴え続けていこうと思っております。